物質や電磁波の致死量とは摂取、被爆すると死に至る量、急性毒性試験や中毒事例などにより求められる。ある物質についての致死量は、動物の種類、成長段階、健康状態、摂取方法によって極めて多様に変化する。極論を言えば、致死量は個体、物質の摂取時期によって異なるため確定した値を求めることは厳密には、 不可能である。そこで目安として半数致死量という概念が一般的に用いられている。これはある物質を引く、ある状態の動物に与えた場合からその半数が死に至る量を示す。なお、半数致死量はしばしば LD50 と簡略化して書かれる。対象がガス体などである場合や水中生物に対する影響を評価する場合には、 半数致死濃度 LC50 などを用いる。急性毒性の強さを表す方法としては、他に最小致死量、最小中毒量などがある。特に安全性を評価する場合については、最小致死量ルドロや最低致死濃度、ロークロ及び最小中毒量などを用いる。放射線被曝の場合の致死量は、吸収線量値を利用して評価する場合が多い。タニはシーベルトである。 半数致死量の表記例を一下に示したシアン化。カリウム LD50 イコール7ミリグラムキログラムこの例は、シアン化カ,カリウムを複数のハムスター生態に体重1キログラムあたり7ミリグラムを経口投与すると半数が死に至ることを示す。これらのデータは動物実験のほか中毒事故の事例、人体実験の結果などから得られたものである。すでに挙げたように、 致資料はコンディションによって大きく変動するため、安全性を確保するためには、基地の致資料に対して1から3桁程度のマージンを確保する必要がある。化学物質を薬剤として用いる場合には、薬効量と致資料の間に大きな差があることが望ましい。毒物及び劇物取締法における毒物、劇物の指定審査過程では、傾向投与の半数致資料を基準とし、 LD50 イコール5 0ログラム以下程度を毒物 LD50 イコール3 0 0ログラム以下程度を劇物としている。なお、現在では正確な半数値資料を求めることは行われておらず、概算値を求めるのみになっている。これは正確な値を求めることに学術上の意義がないことと動物福祉の観点から 使用する実験動物数を削減したことによる、毒のスケールハットジャマ21285、1059から1070より、飼料により非常に幅が大きい、ハットなどより、種による得意性などを含め諸論あり、出展、出展。 http://www.jaish.gr.jp スラッシュ安全スラッシュ mms スラッシュ data.shet スラッシュ m m s 4 8 7零零 h t m l 人間では、LDL0 イコール 0.714mg キログラムのデータあり。0.01mg キログラムとの資料や 28mg キログラムとの資料、など、諸説ある模様。サリン参照出典、テックスによる値マイナスに掲載出典、出典、加工形態による、毒性変化が高いため極めて危険な状態がある、ことが指摘されている例、喉に詰まりやすい状態に加工した上での、毒性試験出典。 https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/rn/90477-13-6 出典。出典。出典出典。h t t p j a p r o r j p k a i s e t u s e i b u n 2 2出典。 http://www.k-erc.pref.kanagawa.jp/.kisnet/.code.asp。<ッ> code=121 から75から5出展。 http://www.maruishi-pharm.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュトピックススラッシュデータスラッシュ形霊19スラッシュ出店。非常に個人差が大きい水中毒参照出店、マウス 4h, ラット 4h 出店、出店、マウス1 0ニッツ、サル 10min 出店。 1> 1 h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  8 t m o u s e 4 h s u h 8 h a t h t p p p t p w w w s t u b e y a m a g u c h i j p p o u s i s l a s h 4 s h i r y o u s k 0 3 2 0 0 1 p d f h h t t p p l a z a u m i n a c j p グッドネット、サークル、H523 学、HTML、ハット、http、コロン、スラッシュ、スラッシュ、ラシュプラーザ、ドット、umin、ドット、ac、ドット、jp、スラッシュ、グッドネット、サークル、H523 学、html、ありがとうございます。